ダルマティア族州の一ダルマティア族州は、紀元前32年から紀元前27年頃にアドリア海東岸に設立された古代ローマの族州。現在のアルバニア、クロアチア、ボスニアヘルツェゴビナ、モンテネグロ及びセルビア各国の領土にまたがっており、現在ダルマチア地方と呼ばれる地域より相当広い領域であった。ダルマティアという名前は、この地に古くから住んでいた。 イリュリア人のことを、ダルマ大人と呼んでいたことにちなんでいる。紀元前220年から紀元前168年にかけてのイリュリア戦争の結果、イリュリア王国領の南半分は、共和制ローマの保護領となり、その後周辺領域を加え紀元前32年から紀元前27年頃には、イリュリクム属州となった。紀元六年から九年に、 パンノニア族とダルマティア族が反乱を起こしたが、ローマ帝国に鎮圧され、10年にイリュリア族州は南北にに分割され北側にはパンノニア族州、南側にはダルマティア族州が設立された。ダルマティア族州はアドリア海沿岸部からディナルアルプス山脈を含む内陸までの領域とされた。歴史家テオドールモムゼンはその著書の中で、ダルマティア族州は完全に ローマ化され、4世紀には内陸部も含めてあらゆる地域でラテン語が共通語となっていたとしている。これに対して、クロアチアの歴史家、アレクサンデル・スティプチェビッチは発掘結果からは、ローマ化の度合いは地域によりバラバラであったとしている。外して、アドリア海沿岸部や大きな町では、ローマ化の度合いが進んでいて、それ以外の地方部ではそれほどでもなかったと主張している。 土着のユリア人たちは、ラテン語ではなく彼らの伝統的言語を使い続ける、ものも多く、土着神への信仰や伝統文化も捨てなかったとされる。ダルマティア族州は、ディオクレティアヌス帝の出身地であり、また陰性の地でもある。476年に、西ローマ帝国が崩壊した後の民族移動時代、この地域は、ゴート族の支配下に置かれた。その後三十五年に、 ユスティニアヌス一世がこの地域を東ローマ帝国に組み込んだ。帝政ローマ時代のバルカン半島の地図北から南に列挙。ありがとうございます。